それではここで交通てんこ盛りです。日本道路交通情報センターのページをいつものようにチェックしております。阪神高速道路3号神戸線、短い渋滞で始めています。東行き前の手前のあたりですね。でこの後路面が濡れてスリップしやすい状況になりますので、はい、どうぞ車間距離をしっかりとってスピードを控えめに運転してください。鉄道ですが、大阪モノレールに遅れが出ていると出ております。ポイント故障の関係ということで、詳しい区間など復旧の見込みとかということは分かっておりません。続報をまたお伝えいたします。大阪モノレールポイント故障の影響で列車に遅れが出ているということです。交通てんこ盛りでした。6時14分です。